こんばんばは、です今日はもう遅くなってしまいましたけど、東京オリンピック、ね、えっ、ー、と、1年延期、その放送を見て情報収集してしまっておりました。えっ、ー、とね、今日はその東京オリンピック中止と、これからのハロプロのーホールコンサート、ライブに、えー、と与えるであろう影響について少々話したいと思っております。今日は短いです。お付き合いください。えっ、ー、とね、 おそらくなんですけど、大規模イベントというところで、ホールクラスのところっていうのは、他のライブ、興行含めてなんですけど、僕、4月中、5月中までもうこれ入っちゃう気がするんですよね。もうする中野サンプラザドーンっていうところ、ここを、俺、もう、やれないんじゃないかなと思います。まあ、根拠を大きく2つ言いましょう。えっと、一つは、他の中野サンプラザでやる公演の連中っていうのが、あの、 おそらくやれませんでもう一つえっ、ー、とアップルロント自体が足並み揃えないっていうようなことを過去に3月中やってきてない。 でそういうふうになると今後っていうところで考えたら無観客ということが現実的かどうか分かりませんけれども前回のひなフェスであったり先,先週末ですよねひなフェスであったり今度の拳というところの無観客中継というところがうんほぼほぼメインになるんじゃないかなとただそういったところを椿こう、まあ、拳はもうないかあの椿 あのジュースうーもうまあモーニングもやるにしても全部はやらないでしょうからねツアーというところで、えー、とどういうふうにしていくかここがすごく今うーんどうなのってとこだと思います。で多分オリンピック中止ってあ中止じゃないごめんね延期ってなってしまったことによってうーんこれは。 余波すごいんじゃないのかななんていう風にちょっと思いますねまあでも大規模がどうこうというよりも小さいところでももうねこぞってえーうん、延,期延期ってことにしてるけどまあ今日なんて言ったらその宮崎ゆかちゃんのねバースデーもそうですしまあ岸門も先日ね発表されてますしねえ延期といって延期の日程まで5月6月で出てると思うんですよ。 ゆかにあの行きたいんだけど俺裏地用のモーニング行ってたらとかで裏地オやんのかとかねいろいろかりの卒業までどうなのっていう話になってくると思います。でまあ今日はこれそんなに長く話さない話にしたらいいのでこの辺にするんですけれども、まあ、この辺はちょっと情報を集めても,もし何て言うんですか僕の場合5割以上だったらしゃべるようにします。 なので確,確定があるものじゃなくてある程度ちょっと張ってた情報の線があったんですけどこれね全部は言えないんだよ。<laughs> でも張ってた情報の線でどっちの方向かっていうのは見えていたら誰にも迷惑かけない情報を出します。でそんな形で、えっと、ちょっと23日見てみてホールの方はどうなんのかななんていうところ注意深く見てみたら面白いんじゃないかなと思います。僕かなりの確率で 動かかななないいんじゃないかなと思ってますでまあまあそんな形お話ししながらちょっと今夜はね深夜になってしまうんですけどまた次の動画を撮るといういやんなって感じだけどと <laughs> いうふうに考えております。えー、とじゃあお付き合い頂い,いている皆さんというところはね、えー、とまあまあ世論というのをしっかり聞きながらニュースというーーのも僕は、うん、自分の生活第一でその次ニュースとか世論でいい気がしてるけど。 そこを考えながらで、っ、えー、と、各々自分の考えにのっとい、えー、責任を持って行動していきましょう。そんな風に思っております。じゃあ本日はこの辺にいたしましょう。えー、と国尾チャンネル、引き続きよろしくお願いします。おやすみ。じゃあね。